い、皆さんどうもこんにちは。ワンディアのゆうぽんとゆうぽんです。はい、ゆうぽんです。はい。はい、ということで、今日はさっき、宇宙のサインを考えてくれました。考えました。いいの、俺が考えたやつで。気に入りました、これ。気に入った？なので、今日練習。今日は練習したいと思います。そして最後に、本当に書いてみる。2回、はい、本番。本番。これで下手っぴだったら、前のサインのまんまね。はい、頑張ります。本物見せないでいいの？本物っていうか、いや、本物がこちらです。本物これを練習します。俺の方が今んとこ上手に描けるからね。ダメだ、しょぼじゃあ、ゆぽん、はい、じゃあ僕が考えたやつを教えてあげるね。はい、どうしたらいいか。お願いします。まず、ゆうぽんの字が縦長ですね。ゆうぽんこんな感じですね。はい、これを潰した感じに書くと可愛いですね。これ V じゃん。そして、こっちはかい。あ、そうですね。そうでもないな。そんなにかわいくなかった。ゆうぽんあれだ、失敗を恐れず書こう。シャ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 って。アンドはこれもう失敗を恐れた結果こうなってるから。あ、ヘボ。失敗を恐れずに書きましょう。はい。で、D はこう出したが可愛いです。はい、失敗を恐れず星を描きましょう。はい、はい、でも失敗を恐れず今からやりたいと思います。アンドからですか、これは。いや、ワンディアンドユーポンって書いてある、はい、ちょっといいでしょう。あ、狭くなっちゃった。何これ、ユーゆう逆から書いたの。じゃあもう一回いきます。ゆうぽん分かった。はい、違うよ。ゆうぽん、ワンとディが狭いんだ。ワンとディをめっちゃ取りましょう。はい、分かりました先生。そしてシャって恐れずアンドを書いて、ゆうぽん書いて、星を書いて、日付書いて、はい、ここにおつぽん、はい、そしてここにうんこ書きましょう。はい、はい、いきます。はい、いいですね。おー、離れてますね。おかしいな。ゆうぽん、これより前のサインが良かったよ。ちょっと今までのサイン書いてみてよ。ズッポン赤くんだね。こっちがいいよ。おズッポンここにするか。そういう問題、ここダサいから、うん、おつぽん。ねえ、でもこっちうまく描きたいね。こっちうまく描けたらこっちがいい。練習だ。じゃあ俺、聖書書いとくね。お願いします。ついに落ちた。できました。
やばくない？やばくはないやろ。どうですか練習の成果。ドン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 。はい、じゃあチェックしますね。はい、お願いします。基本ゆうぽんさんの字は逆三角形になってますね。D こんな感じですね。わかりますか？わかりますね。 U とかもなんかちょっと逆三角形ですね。そういう癖があるんです。丸を目指しましょう、丸を。この逆三角形の D、ゆうぽんの D はこんな D ですね。はい、丸い D を目指しましょうね。はい、頑張ります。はい、近いんじゃないですかね。うわ、すいません。ちょっともうちょっと話してやってみましょう。あ、いいですね。あ、逆三角形になったね。癖なんだけど。上が足りないですね、そこに書いたら。うん、うん、うん。あ、いい、上手。おららららら。あらららら、ららら、いいアンドかけましたね。あ、ちっちゃ。あれ、でもどんどん可愛くなっていってますね。これいいんじゃないですか。いいですね。ちょっとアンドがこっちちょっと。先生はいいと思いますよ。先生いいと思います。じゃあ本番書いてみます。いや、まだダメですね。まだ本番で、ここで 1D アンド U ポン。ここでコツがあります。はい、斜めに打ち抜きましょう。はい、わかりました先生。はい、 1D いい。おおおお、いいですね。あ、いいですね。ユーポンって文字がやっぱね、細長いんだよ。しょうがないですよ、ペンが。ペン、違うです、こうです。あ、横長くすればいいんですね。そうなんです、何回も言いましたよ、僕。こらって言うよ、そろそろ。いや、そうそう、ごめんごめん。ほら、ちっちゃいもん。うわ。厳しいよ、先生は。あ、でも可愛い。あ、これ一番可愛いんじゃない、今までで。よし、もう一回だ。もう一回やろう、最後。いいよ、いいよ、可愛いよ。お、いいじゃん、いいじゃん。いいですか。うん、聖書やってみる。頑張ります。いいんですか、ね、これ使っちゃって。いいよ。はい、中空練習いっぱいしたので今から聖書していきたいと思います。はい、筆ペンで、筆ペンで。さあ、うまく書けるかな。書けない自信しかありません。おいい感じ。あと、どこに書く。そこでいいの。ここで。わかんないわかんない。お、書いた。あ、左に寄っちゃったね。そういう時は、あ、かわいい。おお、コネコネしてる。ボケ難しいもんね。難しい。はい。あ、でもかわいいんじゃない。あんのがもうちょいうまくいけばよかったけど、ね、できた。はい、って感じで。では、ということでサイン作ってくれてありがとうございます。では概要欄に鶴岡さんのチャンネルが貼っているので、見て、ぜひ見てみてください。では、せーの、おつぽん。